すみません。お茶の水女子で行ってみたいと思います。今日の説問形式はこちら。この後一緒に頑張りましょう。すみません。まず説問の指示の一読をお願いいたします,すま。まず問いの一番、段落正常問題でございますので、4つの段落をすべてお見せいたしますね。こちら段落 B でございます。そして C と D の段落ですね。 サムさ,さん一つの画面に収まるよう圧縮してみました。皆さんお気づきかと思いますが、段落正常は最初の1分目とか2分目ですよね。そこを読むだけである程度推測ができますので、今回もそれで皆さんチャレンジしていただきたいと思います。サムさ,さん検討をお願いします。サムさ,さん一番初っぱなに来そうなものは決まりましたでしょうか皆さん段落 D が良さげですよね。 お気づきかと思いますが最初の文章が疑問部になっております皆さん段落の一番初っ端に疑問部で始まっていたらそれは問題定期文つまり今から読むべき文章の主たるテーマが書かれている可能性が極めて高いですねですから一番最初にぴったり皆さん内容的にも皆さんタイムと書いておりますから今から時間に関するお話ですね それを中心的なテーマで進めていきますので読んでくださいと。そういう感じで皆さん理解していただけるとよろしいかと思います。じゃあ皆さん段落 D の後は何が来そうか。もちろんクエスチョンマーク、疑問文でございますので、それに対する答えが必要ですよね。ですから例えばこの2行目。なぜ我々は探し求めるのか。方法を探し求めるのか。で、それ。つまり時間を最大限利用するための方法ですね。 それをなぜ我々は探し求めるのか。で、その問いに対する答え。それが皆さん、段落 A につながりそうですね。ですから、こちらの疑問に対して、じゃあ、紀元前4000年の古代中国。そこに遡ってみましょう。という感じでつながりそうですね。もちろん、この我々という点においても、つながりが見て取れますね。じゃあ、皆さん、段落 A の次はどれか。 といった時に段落 C の the police これがヒントになりそうですねそうです「座」があるんですから「段落 A」のこれですよね「チャイニーズ・プリイスツ」を受けて「ザ・プリイスツ」ということですので段落 A から C そうするとさんも自動的に段落 B が一番最後という感じになってきますので順番はこれでよろしいかと思いますさあ皆さん続いての段落でございます念のため一読をお願いいたします サさ,さん、についての説明の指示でございます。一読をしていただいた後、このあたりですね。空所中問題の検討をお願いします。サムさ,さん、最初、空所 A でございますが、これは皆さん、スペンドの目的語になってますよね。ですから、時間を費やす可能性もありますし、お金を使う。その可能性もありますよね。ですが、その後の皆さん、空所 B ですね。 これ皆さん左がメイキングと書いておりますので、これなら皆さん一発で決まりそうですね。そうです。メイクマニー。マニーですからちょっと頭文字の M を書いておきます。これで皆さんお金を稼ぐという意味になりましたね。熟語と言ってもいいかと思います。そうすると皆さん空所 A は自動的に i イム。これで皆さんお金を稼ぐのに時間を使う。で皆さんそれが決まると、今度は空欄 C は簡単にいけそうですね。そうです。空所の左側にバッ とがありますので前後は反対になりますよねそうですこちらでは時間を使っているわけですからそれの反対今度はお金を使うんでしょうねでもちろんこちらにお金が決まりましたのでこの空欄 d は時間その時を楽しむのにお金は使いたくないんでしょうねサーブさんついて空所 E でございます,ですこれ空所の左はこの先頭がヒントになってますよね Look for bargains the best barg。そうです。最も良いバーゲン品を探し求めるんですよね。そして、think twice。よく考えますよ。それはクーラー E を使う前によく考えるんですね。そうです。これは,は我々の生活の中でもよくある話ですね。イメージはしやすいかと思います。皆さんの目の前に掘り出し物ですよね。バーゲン品。それが目の前にあったらその後何をしますかと言われたら。 当然お金を使うんですよねつまり買う前によく考えるということでよろしいかと思いますそしてその後と皆さんクーラー F ですがヒントはやっぱりバッドですよねそうです前後は反対ですから正解はタイムですよねで意味内容的にも時間に関して同じことはしませんつまり時間に関して軽視をしてるんですよねよく考えないということでございます ですか皆さん次の文章中でも a couple of hours 時間を浪費することは Not as bad. あまり悪くは考えていないんですよねつまり時間の無駄遣いで皆さん次のク欄ラン G ですがヒントは「even though」皆さんこれも前後反対ですよねそうです先ほどのバットと同じように前後は対比関係で皆さんクラン G はめちゃめちゃ貴重と書いてますね ですからイーブンゾーンの左側ですよでそれの反対で何が貴重かと言われたら正解はタイムですよねそうです時間の方がはるかに貴重なんですが時間の浪費は悪く思わないんですよねで改めて最後クーラー H でございますが左側ザンがいますねそうですザンの前後は対比比較ですからね ですからタイムの反対でございますので正解はマニーということでよろしいかと思いますサブさんについて問いの3番でございます説問の指示の一読をお願いしますサブさん選択肢こんな感じになっておりますサブさん本部この辺りがヒントになるかと思いますので一読をしていただいた後検討をお願いします すみません、下線部のオポチュニティーですが、ここにしっかり言い換えられてますよね。ですから皆さんもこのあたりをヒントに解いていただいたかと思います。皆みん、ちょっとこちらにもバットございますので、バットの右側。つまりこの三角カッコで括弧でくくりましたが、このあたりがポイントになりそうですよね。もちろん皆さん、バットの右側は筆者の主張が書かれてあると。

そうです皆さんが部活動に時間を費やしていると例えば勉強する機会はちょっとさすがに設けられませんよね部活をやりながら勉強はなかなかできませんよねで皆さんそういうことを言ってる選択肢がもう一発でわかりますよねそうです選択肢のあ一つの活動に時間を費やすことと他の活動において時間を費やすことですねそれは at the same time 同時に使うことは Practically Impossible ほとんど不可能もおっしゃる通りでございますですから部活と勉強を同時にできないのと言っていること同じですよねで、ちなみに選択肢の E はマニーの話がないですよねそして選択肢の U もマニーと書いてますねで皆さん選択肢の A は前半ですよね時間を分割できるという話もなさそうですね ですから正解は「あ」ということでよろしいかと思います。